今日はトレーニングの日です。ピラティスを1年ちょっとぐらいこのスタジオで続けてます。その様子を今日は撮っていこうと思います。お水どうぞ。
何が起こってるのか分かる。そうだよね。バイポーズをした。はい、背骨、体の左足真ん中。はい、そうです。右の足後ろにください。はい、そうです。まず背骨まっすぐ。腕ね、この状態がした。この時でもここ使ってるの分かります？肘ピンと張らない。はい、そうです。ここで5回呼吸。膝もうちょっと前、そこでゆっくりと起き上がる。やばい。大丈夫、はい、膝がね、後ろに行っちゃうんですよ。こっちの方がやりやすいんじゃない？こっちの方がやりやすいね。はい、ラスト1回。はい、バッチリです。膝立てます。手から横にお願いします。いいんじゃないですか、肩周りとか尻周りも、うん、はい、もも裏掴んでゆっくりと起き上がりましょう。早かったね。そうです。はい、鼻から息を吸い吐きながら起き上がる。ナイス。つま先 V でお願いします。はい、右の手から回す。はい、バッチリです。今日のレッスン終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。やらなくて大丈夫？はい、無事に今日のレッスンも終わりました。いつも集中してて本当に1時間あっという間です。こんな感じで先生とずっと楽しく話しながらレッスンしてます。めちゃめちゃ平和です。ちゃんとこの1時間を週に1回か2回ずっと1年3ヶ月ぐらい続けてて、めちゃくちゃ体が変わったなと思ってて、バランスも良くなったし、なんかあ、ここが今ちょっと不調かもとかっていうのも分かったり、それがあって調整しにスタジオに来たりみたいなことができるようになったから、なんかいい状態でプレイもできてるなと思います。心も体も健康になるのがピラティスだなと実感してます。これからも頑張ります。どこが変わったか言った方がいいじゃん。どこが変わった？でもまず立ち姿が本当に変わったなって自分でも写真とか見て思うし、久々に会った地方のイベンターさんとかに言われたりとかするようになって、あ、人が見ても変化が分かるぐらいの部分があるんやなっていうのはここ最近は思うかな。あとはなんかやっぱ続けてることがあるっていうこと自体がライブする時のお守りになってるなっていうのはすごい思います。あとなんか新しいウェア着たりするのも楽しい。すごい気分が上がったり変わったりするなって思います。今日は水色のウェアで、これ先生が選んでくれたやつでお気に入りです。夏用のウェアです。あとさ、ヨガとピラティスの違い言ったら、あー、そうで、よく質問もらうヨガとピラティスの違いはなんか、ま、基本的にたくさんいろんな違いがあるんやけど、マシンを使ってする運動かどうかっていうのは一個分かりやすい大きな違いかなっていうことです。さっき教えてもらいました。リナもヨガはやったことないんやけど、ヨガはヨガでなんか心が落ち着いたりリラックスできたり、いいこともたくさんありそうやなと思います。でもリナは今までいろんなこうジム行ったりとか、ピラティスのスタジオも違うところも行ってたことがあるんやけど、なんかいろんなところ転々としていろんなトレーニングの仕方してきて、なんかやっと自分に合うスタジオと先生とこのレッスンのやる周期っていうのが自分の中で見つけられたなっていう感じです。同じトレーニング方法でも会う人とか会うスタジオとかっていうのがそれぞれにあると思うから、こう何箇所か行ってみて試すみたいなのもすごい大切なんやなって自分も思いました。引き続きいいライブできるように楽しくトレーニングも続けていこうと思います。今日はこんな感じでトレーニング風景でした。ちょっと自分の進行のメモ帳みたいな感じの Vlog でもあります。今こんな感じの体、こんな感じのレッスンみたいなのを
自分的にも残しておきたいなと思ったので動画回してみました。なんか楽しく見てもらえてたら嬉しいなと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。こんな感じで今日は終わります。バイバーイ。ありがとうございました。